ます。ね、開封つったって、よいしょ。シリーズ側が届いたら、こんな感じみたいな動画を撮ってみようかなと思います。ってな感じでね、今日も始まりました。いやさ、これ実を言うと、テイク2、テイク3なんですよ。もうね、また映っちゃいけないものを映してしまいまして。もうね、ってな感じなんだけど、今言ってたのはね、いずれにせよさ、いずれにせよ、いつか商売にしたいっていう人が見てるのが多いなっていう僕は印象があるんだけども、別に見しても構わんのだけど、こういうのとか、こういうの、ね、受領書だったり、自分が発行するときもね、まだやっぱりお仕事としてやるんだったら、ね、夏に入りの見積書が欲しいですとかさ、まだまだそういう会社は多いんで、作るといいななんて思うんですよ。まあ、覚悟が決まるっていうかね、うん、なんかそんな瞬間であったりもしますね、ハンコを作るっていうのはね。うん、で、届きましたと。で、これ、こんなのが、毎月毎月大量に出るんですけども、ある程度はこうやって保管しとくんですよ。ある程度は取っとくの、5、6本は。だいたい5、6本で頼むんで、5、6枚でね。多い時は8枚ぐらい頼んだりするんだけど、毎月そんぐらいできたらいいななんて思ってるんだけど、そう、なんていうかな、こう巻き替えて保管したりするじゃない。なので、これは全部捨てちゃうと、その時困るからね。うん。なくなったのから、こう、やっていけばいいんだけど、まあまあ、いろいろじゃん、保管の方法って。そうなんです。で、これを、巻いて、どうしようかな。まあ、後でやろうか。ね。ちょうど飯時なんだよね、っていう感じで。ストックが、ストック表も書き換えなきゃいけないし、まあまあまあ、動画撮るように内容じゃねえや。そう、そうなんです。まあね、これ、でもこれは開ける瞬間っていうのがさ、すごく、こう、楽しいというか、この工房全体がこのイタリアンレザーの香りで包まれるのね、ふわーっとすごく匂いが出てきて、それがね、なんか幸せな瞬間っていうかね、まあ、皮っていろいろ匂いがあるんだけど、特にこのミネルバリス塩、バタラシカルロ社のとか、ミネルバボックス、あとは僕のね、好きでいつも使ってるブッテロ。この3種は、すごく香りが似てるんだけども、すごくいい匂いがします。だからね、レザーアイテム買われた方は、クンクン匂いかけると、ああ、いい匂いって思うと思うんだよね。ちょっとね、イタリアンレザーに匂い嗅んだことがない方は、この独特な香りがね、いい香りだなって思うと思います。うん。国産の革とはちょっと違う革の匂いですね。また、ブライドルレザーなんてね、またちょっと違う感じの匂いがしますよ。うん。そんな感じです。よいしょ。もうやばい。もうやばい。何がやばいって。よいしょ。うわ、重い。よいしょ。少しだけ昼寝しようと思って。目をつむって開けたら4時間も経ってました。だめだ、これ疲れてるんだろうかみたいな感じです。よいしょ。このこれはね、いくらお伝えしても何をどうやっても伝えられないんだよね、この香りがね。これがいい匂いなんですよ、とっても。よいしょ。いろいろ考え方があるんで、銀を中にして巻くのがいいのか、外側にして巻く方がいいのか、あとそれはね、革によって違うし、まあ、個人の考え方によっても
違うんだけれどもね。よいしょ。あ、落ちた。何かが落ちた。うわわわわ。よいしょ。狭いでね。まあまあちょっとバタバタします。おう！よいしょ。これね、結構な重労働ですよ。足の上を落としたら本当は骨折するんじゃないかなと思うぐらい重たいですからね、これぐらいあると。よいしょ。おお、入れ。いいね、いいね。綺麗な色でございます。これはね、どうしよう。ね、使いかけ。少しだけ残ってたんで発注したんだけどって感じだね。とどうしよう、こうしようか。よっ、うん、よっしょ、こらしょ。巻き替えって作業が結構本当結構大変。まあ、巻き替えないで置いといてもいいんだけど、いずれにせよほらね、なくなるタイミングでさ、中の方の皮を外にほっぽり引っ張り出さなきゃいけなかったりするじゃん。よいしょ。ああ、今日はじゃあ皮の話をしようか。ちょっとまあまあ以前話した内容と被るんだけれども、これでかい、これでかいな。ちょっとなんで違うんだろう。あれ、これ2枚じゃないんだっけ。いや違うな、1枚だな。ここまでね。よいしょ。ゴスケ屋さん、よいしょ。って書いてあるね。よいしょ。皮ってさ、自然な素材なわけじゃない。使いかけ、外に巻いて。だからね、やっぱりでかいと165で、165か。傷があったり、虎があったり、ね、穴が開いてたりっていうのは、そういうのでね、外れだとか、なんだよ今度のシワが多いよとか、そんなので結構こう、ああ残念みたいなことを見たりするんですよ。書き込みだなんだあれ。よっこいしょ。これはね、個人的にそれは違うんじゃないのかって思ってます。うん、空いてあるから、でも太い巻きでいこうか。もともと生きてるものなんだからさ、傷もシワもあって当たり前じゃん。これだってあって当たり前で、それを生かすのは俺たちなわけであって、自然、もともと生きているものに対してね、それを求めるっていうのは俺は違うと思うし、そういうのがいい人はもう本当、批判を恐れずに言ってしまうと、ビニールでも使ってりゃいいじゃないかと思いますわ。これね、僕の尊敬する大先輩に言われたんだけど、言われてるか聞いたんだけどね、な、綺麗なもんがいいんだったら、ね、ビニールでも使ってねえじゃねえか。あ、その通りだなと思ったんだけど、皮ってそういうもんじゃないですからね。あ、もうね、ここがね、パツンパツンなのよ。握力を使うんだろうね。よいしょ。これが全部さ、ベターンと床に置いてコロコロ転がせるんだったら全然楽なんだろうけどね。よいし
ょ。行ってらっしゃい。ほい。巻き替えでございます。はい、巻き作業終了です。次はこれっていうか、まあちっちゃいパーツなんだけど、よいしょ。皮はさ、自然なものだって言ったでしょ。いかん、なんて言うんだろうね。だから販売店さんとのとか問屋さんとの付き合い方っていうのもさ、やっぱあれあって、やっぱ好みってみんなあるわけじゃん。だからなんて言うんだろうね、まあなんかそういうコミュニティとかでそういうのを目にして、もう見るのも嫌だなと思って、そういうコミュニティは抜けてしまったんだけど、なんて言うんだろうね、やっぱりヤフオクとかで安い値のがあって、まあその値段、やっぱり値段なりだと思うんだよ、こういうのって。やっぱり事細かに書いてないにせよ、いまいちだなってみんなが思うような皮って、そういうところに安く出てたりするじゃん。まあ中にはいいものも当たりもあるのかもしれないけれども、やっぱり僕はね、ある程度料金に見合うものだとは思ってるし、小売店のね方も一生懸命そういうものをこう仕入れてるわけじゃない。問屋さんっていうのはドカッとまとめてあってさ、ねえ、その中でこう襟好みもできないわけよ、やっぱりさ。だから値段なりで、やっぱり1円でも安くって探してると、なかなかこういうのね、革を販売している人たちとのこうパイプっていうか、つながりというか、信頼というか、そういったものもできないじゃないって僕は勝手に思ってます。これ脂肪、よいしょ、いい感じに脂肪が入ったでしょ。切り締めって言います。よいしょ。これは今は在庫がちょこっとあります。よいしょ。やっぱりね、販売店さんもね、問屋さんもね、実際動いてるのは AI とかじゃなくて人間なんでね、やっぱり 人対人じゃないですか。人対人なんで、多分ね、別にへりくだる必要はないし、やっぱり お題をいただいて物を提供するね、じゃあ料金、それに見合うだけの料金を払って、そのもの対価をいただくっていうものじゃない。じゃあで対等な関係でいいと思うんだけど、やっぱりたまにいるんだよね、横柄な方もいるし。やっぱりね、対人間ですからね、そこはどうなんだろうかって思いますよ。いいものがそれでうちに届くようなっていうのは期待できなくなるんじゃないですかね。相手も人間ですからね。で、肩でも皮は、よいしょ、切れまする、あ、これとうとう変えたんですよ。まだ中身これしか入ってないけど、折ったカッターの刃とか針とか入れるのね、これが満タンになるまで多分10年ぐらいかかると思うんだけど、俺はあと10年できるだろうかって思ってますけどね。この間から、この間の動画でも俺やってたと思うんだけど、やっぱ1回じゃ決まんねえなーっていう、これ型紙3枚目なんだけどね。先に吸いちゃおうかな。まあいいや。やっぱ
ぱりさ、そうそう、今日は物の値段、革の値段、値段みたいなタイトルにしようかな、わかんないけど、やっぱりさ、こういう一つアイテム一つ取ってもさ、試作はタダだと思ってる方々もね、まあ僕が作りたくてやるものに関してはちょっとオファーというかね、ちゃんとしたオファーじゃなくって、こんなん考えてんだみたいなのを僕が取りに行く、あ、できますよこんなのっていうのでポンって作って送るとかね、そういうのは別に料金はかからないよね。俺が勝手に送ってんだから、正式にオファーを受けたわけじゃないんだから。基本的に例えば1000円のアイテムを作るんであったら、それの試作を何とか見てみたいみたいな感じでね、厚みの違い、革の色の違いでちょっと試しに作ってみくんないって言われたら、1000円のアイテムだとしたら、それは試作だと2000円もらうかな。試作って探り探り作るから、やっぱり手間も時間もかかるんですよ、うん、そういうものだっていう認識がすごく薄い世界かなって思ったりもするので、試作はタダだと思ってる方が多い気がするんだよね。試作って高いんですよ。よいしょ。だからフルオーダーメイドっていうのは、1個うちで作ってるアイテムが、まあ3枚のものがあるとしたら、似たような形で全部寸法が違うフルオーダーメイドで試作を作ってなんて言ったら、やっぱり10万円ぐらいになっちゃうもんね、どうしたって、うん、そういうものなんだって思ってて注文をくれるならいいんだけどね。だからフルオーダーってなかなか大変なんですよ。うちにある抜き方がね、今あるんでいっぱい、その中の組み合わせでって言うんだったら、そんなに高いお題はいただかないけどね。よし、決まってくれるかな。よいしょ。なんだか今回もう特にテーマを決めて長く始めたんで、雑談みたいになっちゃいましたけどね。よいしょ。もうね、これベタすぎするアイテムなんていうのはもう初めからその厚みでね、割ってもらえばいいんだけど、皮をこれだけをやってるわけでなかったら、やっぱりある程度、ね、薄いものは厚くできないんで、ある程度の厚みで納品してもらったりするのですよ。だからさっきぐる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 巻いてましたけど、数が多かったり厚みが厚いとね、腕がパンパンになったりするわけです、はい、
アイテムにもよるけどね、小ロットでもほら大きいアイテムだったらいっぱい使うわけじゃん、歯は。そういうのはあらかじめね、納期に余裕があるんだったら。皮はね、すいてもらえますけどね。個人工房、個人宅でバンドマシン持ってるとこあんのかな。ねえだろうな、あるかな。よいしょ。さあ、これ終わったら刻印入れましょうかね。てな感じで今回の動画は終わろうと思います。じゃあね、バイバイ。終わろうと思ったんだけど、ね、普段ここにかかってるのをここにかけて、よいしょ。これもね、結構特殊な使い方があったりもするんだよ。特殊なっていうか、よいしょ、ここを緩めて、ここを緩めて引っ張って向こうに、でここのビアダルを回してるシャフトを支えながら、よいしょ、こうすると勝手にこれもポロンって取れるのね、このユニットで。そう、使いっぱなしってことはないんだけど、まあ注意はしてるんだけどさ、たまには外してちゃんと掃除してやろうかなとか、ちゃんと注意してやろうかななんて今。あと点検ね、そんなに手間じゃないんで、革すき器持ってられる方はたまにはやった方がいいよ的なものも。ほんで最近知ったんだけど、革すき屋さん、革すきをなりわいとしてる方が YouTube 動画を作っててあげてて、あ、すげえいいじゃんと思ってね、いくつか動画見させてもらいました。さすがだなとか思いましたね。この辺のお手入れの仕方とかも、やっぱりまあ、僕もやりますけど、やっぱりこういうところのガタとかね、ここら辺のこことこことここを平行にセットしてにはならんよとかね、まあいろいろチェックすべきところみたいなのがあるんで、見てもいいんじゃないかなと思います。まあ、特にガタもないし、ここも平行にセット、まあここはこの間ね、分解清掃したんだけどね。まあせっかくバラしたんで、しっかりと注意できすべきところは、でここの穴とかさ、まあついでにこっちからも入れちゃおうかな。スプレーグリース入れてもいいと思うんだけどね。こことかね、余分な油は後で拭き取るんで、こう可動部分だよね、やっぱり。うわお、エプロンもせずに新しいお洋服を下ろしたのに仕事をしてます。だからすぐ汚れちゃうんです。そう、油をつけすぎていいことないんで、つけすぎた分は拭いてくださいね。で、さらにばらして、ちゃんとばらして中から油くれて、くれるときもあっていいと思います。で、ここにさ、これがこう入るんだね、カチンと。ここにこれが。で、こう回るわけよ。ここは当然カタカタがあるんだけどね、この、でもこれ、ここにちょこっとだけ油入れておけば、この無駄にこれがすり減ることもないんじゃなかろうかなと思うんですよ。よーく見るとさ、これが丸な、ここの ここじゃないよ、この棒の部分も丸なんだけど、やっぱりちょっと押される部分が少し平らになってきてる、当たりがついてるんで、やっぱりこれは摩耗してるんだろうね。
ほんのちょっとでもいいんで、こうやって油をやって。いや、これね、刃すごい切れるんで、これに手突っ込むときは本当に気をつけてくださいね。こいつもね、この軸受けのところなんてちょこっと油を軽く入れといてもいいんじゃないかなって思うんです。丸葉はもうちょっと使えるかな、頑張ってもらおうかな、ね、でこれをここに置いてこう持って相手のここの角度に合わせてこう入れて、よいしょ、こうセットして、よいしょ、でこいつを戻してこれを止める、このわけです。たまにはやりましょう。はい、ってな感じで今度こそ終わります。じゃあねー。